書の通称であり、のいずれかを指す。両者は全く異なる訳文を持っており、同じ出版社から発行されているという以上の関係はない。岩波版聖書と呼ぶこともある。旧約聖書は関根正夫により、新約聖書は塚本虎次により翻訳され、岩波文庫で発売されたものである。特に下記の旧約聖書翻訳委員会約聖書。 新約聖書翻訳委員会約聖書特別するときは岩波文庫版ないし文庫版と呼ぶか翻訳者の名前をとって旧約については関根役新約については塚本役と呼ぶ旧約聖書翻訳委員会約聖書新約聖書翻訳委員会約聖書が出版されるまでは岩波版聖書または岩波約聖書といえばすべてこれのことであった 旧約も新約も全巻揃っているわけではない。旧約は創世記、デエジプト記、ヨブ記、サムエル記、詩偏、イザヤ書き、エレミア書き、エゼケール書き、十二章予言書が1956年から1971年にかけて刊行された。新約は福音書、使徒行伝が出ている。現在では品切れ状態になっているものも多い。旧約と新約は、 同じ岩波文庫から出版されているため、ひとまとめにして岩波文庫版と呼ばれることがあるが、旧約は関根による個人訳、新約は塚本による個人訳であり、この両者の間で何らかの一貫した方針があるわけではない。なお、関根訳については1993年以降に岩波文庫で出版されていない文も含めた旧約聖書全館が、 教文館から出版された。そのため、現在個人役として、関根正夫役という場合には、この教文看板を指す場合が多い。また、塚本明についても2011年に岩波文庫で出版されていない文も含めた、新約聖書全館が、新教出版社から出版された。なお、岩波文庫では、2014年より上記とは別に、 日本聖書協会から出版されていた文語訳聖書を出版している。岩波書店からは文庫版と別に佐藤健、荒井今田の新訳聖書学者、関根製造、月本秋浦の旧訳聖書学者が各文書を分担翻訳した新旧訳聖書が出版されている。各文書は個人分けであり、役者は明記されているが、 全体としての名義はそれぞれ新約聖書、翻訳委員会、旧約聖書、翻訳委員会となっている。新約聖書は5分冊、旧約聖書は15分冊で、新約の合冊版は2004年に、旧約の合冊版は2004年から2005年に、刊行された。岩波委員会役が自ら標榜している特色は、歴史的、批判的観点を取り入れた原点への忠実さや、 特定の教派に偏らない普遍性などにある。自らも参加した大貫隆氏は岩波委員会役を学術的に重要なものとして挙げ、聖書の自主研究をする者や初めての読者に適した翻訳として進めている。また、外部でも学術的な中の多さなどを評価する声がある。しかし、この翻訳についても批判は見られ、例えば、時賢治は、 死と原稿録の訳を取り上げ、その後役箇所を指摘している。田川も役者による力量差が大きいことや、分冊版と合冊版で10年と経たずに役文が違ってしまっている箇所が多いことなどを批判している。なお、河村明兼は小林実が担当したヘブライ人への手紙の訳を優れた訳と評価しつつも一点疑問を提していたが、これについては後に、 小林自身が勇み足であったことを認めている。小林はまた、担当した、ヨハネによる、福音書で、従来、あ、たとと訳されることが多かった第一章第一節第二節を、い、たと訳した点に批判が集まったことを挙げ、自身の翻訳意図を説明している。なお、新約聖書翻訳委員会に名を連ねていた、荒井大抜きは、外典に含まれる。 グハマディ文書52文書中34文書の翻訳も岩波書店から刊行している。旧約聖書新約聖書まず別の訳文の可能性についての言及を含む詳細な注釈、用語解説や豊富な図版を持つ文冊版が発行された。その後合本版が発行された。ただし文冊版では各書ごとに、 数ページから20ページ以上あった巻末の解説が、合本版では各書ごとにほとんどが1ページに、簡約されている。田川健造は、分冊版と合冊版で10年と経たずに訳文が違ってしまっている箇所が多いことを批判している。分冊版合本版縦 19cm の版、および、基道版と称する縦 22cm の版が、刊行された。 その他新約聖書の福音書のみを一冊にまとめたものとヨハネの目視録だけで一冊になったものが出版されている。翻訳にあたって問題となった事柄を翻訳を行った者自身が解説した本が出版されている。この翻訳をもとにした福音書とも関表が出版されている。関根正夫訳、新約旧約聖書第一巻教文館。 1993年10月。ISBN4 から764227010。関根正親訳新薬旧約聖書。第2巻教文館。1994年4月。ISBN4 から764227029。関根正親訳新薬旧約聖書。第3巻教文館。1994年7月。 ISBN4 から764227037関根正夫役新約旧約聖書第四巻教文館1995年1月 ISBN4 から764227045関根正夫役新約旧約聖書教文館1997年 ISBN4 から764271702塚本虎二役新約聖書館公開編 塚本虎に訳新訳聖書新居出版社。二千十一年八月二十五日。i s b n 九百七十八から四から四ゼロゼロ一一一一九一旧訳聖書翻訳委員会。旧訳聖書愛想世紀百九十七年。ピアニッシモセブンエイト及び、新訳聖書翻訳委員会。新訳聖書愛マルコによる、福音書マタイによる、福音書九百九十五年。 ピアニッシモ、シックスセブほか。大抜き2010、ピアニッシモ、156、158、186、前川2016、P32、ときけんじ、荒い婚約、首都行伝について、言語文化45号、2008年、ピアニッシモ、79から83田川2007、P568AB 田川建造、新薬聖書薬と、中、 1> 第1巻作品者、2008年、P872、河村明憲キリストは神カフェブライ1章8から9節の解釈をめぐって新約聖書翻訳委員会2005、ピアニッシモ、180、181、小林実、ヨハネによる、福音書、ヨハネ文書、岩波書店、1995年。はじめに、言葉がいた。 新約聖書翻訳委員会2005、ピアニッシモ17、175、176ここに、収録されなかった一部文書とユダの福音書を訳した、クノーシスの変容が、荒い、大抜きの変訳で刊行されている。AB、大きさ、容量等、798、27P19 センチメートル、旧約聖書1、国立国会図書館サーチ。2020年7月18日閲覧。 AB、大きさ、容量等、798、27P22cm、旧約聖書1、国立国会図書館サーチ。2020年7月18日閲覧。ありがとうございます。